じゃあこんにちは、はい、さあ連日あの日本ハムの新庄監督がもうテレビでいっぱい日本ハムの宣伝を、ね、たくさんしてくれてますけれども、ね、すごいですよね、その効果たる否やっていうんですけども、まあでもね、この前新庄監督ビッグボスの、はい、インタビュー 見たけど、はい、合同実践の時に、はい、みんな同じ距離しか投げないけど、うん、僕は95メートルぐらい100メートルぐらい離れて、うん、バンバンアピールしたって言うんだよ。やっぱねそういうことが必要なんだよ。そうですね、それ以上のことをやるってことですよね。そう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 、人と同じじゃっていう、うん、人と同じじゃ目につかないんだよ、うん、やっぱ目につくっていうことがすごく大事なんだよね、うん、だからアピールってアピールを今からしとかないと置いてかれるよっていうことをこう言ってたけど、うんうん、はい、もうその通りだと思うんだよね。まあそうですね。じゃあビッグボスいいこと言うなと思って、はい、なんかこう聞いてたんだけどね。ただもう本当新庄監督の一言一言がネットニュースに、まあまあそうだね、乗るぐらいにすごく注目されてるんですけれども、実は先日これももうあのね記事になってましたけれども、コーチ陣に新人へのアドバイス禁止令を発令したと。これどういうことなのかというと、まあ、基本的には新人の選手がコーチに対してどういうふうにした方がいいですかと質問したりしますよねと、うん、それに答えるなと言っておきましたと。もう君たちの力でこの世界に入ってきたのだから1年目は自由に思い切り暴れなさいということしか言わないでくれということを、まあ、今のミーティングで言ってきましたというふうに話していたんですけれども、うん、この新人に、まあまあ、はい、これは飯田さん、日本ハムが、はい、やるパターンだよね。日本ハム球団自体、日本ハムは意外とそういうことには堅くなに、はい、ルーキーには手を出すなと。 上がですか。あ、だから元日本ハムにいらっしゃった方が、はい、DeNA で GM をやった時にね、うんうん、やっぱ俺らも DeNA に初年度行った時にそう言われたよ、はい、新人には一切手を出すなと。へー。であるコーチが言ったんだよ、もう見る見かねて新人にですか。その新人が告げ口して GM に、ね、そのコーチが呼ばれて、はい、お前言ったんかって、あ言いましたって言ったら、お前言うなって言っただろうみたいな、何のためのコーチなんやっていうような話があるんだけどでもそれ嘘のような本当なんですよね。本当本当、だから一理あるんだよ。ただ確かに言う通りにこの世界には、はい、ね、君たちの力で入ってきたと、うん、ね、だから1年目は自由に何が足りない、どうしなきゃいけないっていうことが分からすために、自分で考えさせるために何も言うなっていうのは、これは分かるんだよ、はい、言ってることは、うん、言ってることは分かるけど、ここさえ治ったらもつれた糸がほどけるように良くなるのになっていうところがあるわけよ、はい、でもそれも言えないっていうのはもうもどかしくてしょうがないんだよ。いやそうですよね。そう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 、それでも言えなかったんですか、やっぱり。言えないよ。その選手ってどうなっていきました、結局その1年目とか新人。まあ結果は残せなかったよね。だけど、まあ、それも球団の方針だからさ、はい、これはもう仕方ないことはある、うん、でもそれで良くなる選手もいると思うんだよね、はい、あまり教えすぎちゃっておかしくなる選手もいるだろうし、教え込む教え込むほど吸収して良くなる選手もいるだろう、うん、だから一概には言えないんだよ、どっちが正しいとかどっちがね、うん、ダメだとか。でも優秀なコーチに任しとけば、はい、ね、その優秀な選手を育てるよ、うん、そうですよね。だから俺はやっぱ鉄は熱いうちに打てって、はい、最初が肝心だって、うん、だからルーキーで入ってきた時にはもう真っ白な状態で入ってきてるわけよ、はい、そこに何色を塗るかによって、うん、その選手っていうのは決まっていくと思うんだけど、はい、やっぱりね塗らずして自分の色に勝手に染まっていかれると、これが間違いを起こす時は、そうですよね。だからコーチとか監督は全部正しいとは思わないけど、はい、俺は言うべきことは言った方がいいと、うん、その方が真っ白いうちは聞くから。まあそうですね、素直に、うんうん、だから反対ではないけども言ってよくなる、確実によくなるっていうのはコーチ会議で、あこれを言いたいと、うん、あそれいいねって言って話せばいいと思う。それは単独でやるとまたおかしくなるから、はい、決め事があるんであればみんなで話をして、うん、俺はこう担当としてこうあの選手は思うんだけども、うん、
言ったらダメかなっていうことは会議で決めた方が俺はいいと、その方がまあ選手にとってもチームにとってもということですよね、うん、あとやっぱり選手によっても言った方がいい選手、あとこちらが、ね、言った方がいい言わない方がいいっていう選手の適性とかもやっぱりあるんで、その全部のワンパターンではなくその個々に個々に合わせたっていうまああるよね、もありますね、それとね、その今の選手たちっていうのは、はい、YouTube に頼ったりだとか、はい、YouTube の映像を見て取り入れようとするんだよね、うん、技術とかを、はい、それで1年間放っとくとさ、この YouTube で良くなったらさ、 YouTube が先生になっちゃうわけよ、はい、そしたらいやいやあなたの意見よりこっちの意見の方がいいからみたいな、もうなっちゃうからこっちが先生になっちゃうんだよね、なっちゃうんだよ。 YouTube はあくまであれ試合の中でやってるわけじゃないですからね。そう、試合の中でやってるものもあれば、うん、技術的に解いてる人もいるわけよ、はい、YouTube の中でね、はい、技術論として、うん、だからそれもすごく正しいこともあれば、うん、間違ってあこれはちょっと違うんじゃないかなっていうことも言ってる人もいるんだよ、うん、それは俺が取ってるわけでしょ、そういうふうに、うん、これは正しいこれは間違ってるって、この選手が、うん、あこれを取り入れたら良くなった、俺が違った方が良くなったって言ったらそれが正解になっちゃうわけじゃない、はい、そうなってくるとやっぱコーチがいくら言ってもいやこの人はこう言ってるからって、うん、コーチが YouTube になってるわけよ、うん、そうです、ね、でも実際にねそういうねことが行われてるわけだから、うん、中で、はい、ファームの選手でもコーチが言ったらいやいやいいですと、僕はあの YouTube の中で見てますからみたいな言うやつがいるんだってさ、もうそうですね、いや本当にこれ実際いるんだよ、はい、だから今真っ白なうちにやっといた方がいいって、時代はこう変わってきてるから、はい、ね、うん、だから先手をどこが打つかだから、そうですよ ね、 ね、だからそれはねなかなかね1年間ほっといたら YouTube が先生になるからコーチに、そうですね、もしコーチいらなくなっちゃうから、そうですね、いや本当だよ、俺何なんだみたいな、確かにだからバカにしちゃうから、あ選手が今度はコーチを、うんうん、だって新しいものを最先端で YouTube っていうのはこれ流していくから、はい、技術でもいろいろ流すにはやっぱ責任があるし、うん、ね、見てもらいたいと思うから最先端なものの技術を取り入れようとしてるわけよ、うん、そうなってくるとやっぱコーチが古臭く考えるとね、それ聞かなくなっちゃうから、うん、本当にそうですね、だから俺は早打ちの方がいいと、そうですよね、うん、確かに、ただまあ多分新庄監督の心のやっぱりそのベースには自分で考えなさいっていうことをありきで多分こういうことをおっしゃってるんだろうなとは思うんですけれどもね、まあそうだね、ある程度やっぱり自分で、まあ、例えばさ野球やってきて、うん、まあ、例えば小学校から中学上がった、うん、上がる時にはやっぱ昔だったらよ、はい、ボールが変わったりだとか、うん、で中学から高校になったらまたボールが変わって1年生、うん、で、まあ、ボールは変えないのも大学になったらまた1年生になってってこういう繰り返しじゃない、はい、繰り返してこう成長していってるわけでしょ、うん、そうなってくるとプロに入ったらまた1段階 ものすごい高い位置にいるわけよ、うん、ここのギャップを教えてあげないとさ、うん、これを感じながらやれっていうのは結構時間がかかったりする選手もいるよ、中にはそうなんですね、うん、逆に助け舟を出してあげた方がぐんと伸びて早くっていう、技術を教えなくてもいいから、うん、はい、気持ち、うん、こうカウンセリングができるコーチみたいな、はい、うん、それ医師でもいい、うん、そういう人を置いとくといいよ今は、ああそのカウンセリングができるっていうことですね、だから見ててコーチが見ててその医師に対して医師があの選手はどうなんだと見てて、うん、ね、いやちょっと焦りがあると、うん、ね、何に焦ってるかわからないと、そしたらそれを紐解いて、ね、この医師がこの選手に伝えるとかさ、はい、今状態がいいから背中先生押してくれとか、うんうんうん、いや君は素晴らしい考え方を持ってるとか、うん、なんか他人に言われるとさ技術じゃなくて精神的なことを、はい、うん、背中を押してくれたりだとかさ、うん、手綱引っ張ってくれたりだとか、今のままでやってたらストイックやったら怪我するよとか、うん、怪我したら何にもなんないよとか、だからそういう意思を置いてあげるといいと思うよ、そうですね、相談できる、うん、でいや先生僕は技術を教えてもらいたいんだけど何にも言ってくれないんだから
不安でしょうがないとかさ、うん、その不安を取り除くにはコーチと話さすことが一番じゃない、はい、だからそういう不安を取り除いていってあげるとかさ、はい、だから俺はねそういう意思を置いてあげるといいと思う。そうですね、うん、触れないんだったらね、あこちらが剥がされないんだったらっていう、うん、じゃないともうコーチもさもうなんかあ見てみるこんなの見てみるのですよ、おい無視しかみたいな。確かにそうですよね、うん、いやだから私もアナウンサー1年目の時ってその1から10までもちろん誰も教えてくれないんですよ。でも聞きに行った時は先輩アナウンサーであったりとかここはこうするんだよとかこうしなさいっていうのはやっぱり教えてくれたので、そっからは自分で見て盗んでとかだったので、そこでもし無視されちゃってたらどうしたらいいのか分かんないって思うね。だってさゲージの後ろでさバッティングしてて新人がおいいねいいねって言っても、うん、え何がいいんですかって、いやそれは言えないんだって言えないでしょそれいやちょっと待ってくれってそれは言えないんだよって、それはちょっと言うのストップかかってる。他人じゃないもうチームじゃないじゃない。そうですね、そうですね、だからそこはね俺かたくなにする必要ないと思うんだよね。だ変えなくて言わなくていい選手ももちろんいれば、うん、言ってあげた方がいい選手もやっぱり中にはいるってことですね。一軍はね、うん、勝負の場所なんだよ、はい、だからそんな技術を教えてる場合じゃないんだよ、うんうん、本当はね、はい、で2軍っていうのは教育の場でやっぱ技術をしっかり教えてあげなきゃいけない、うん、ここは俺教えてあげるべきなんだと思うんだよ、はい、ほんならいいねいいねって言ってえどこがいいですかみたいな、いやそれは教えられないそんなあるないでしょいやだからまあこう1年でずっと話をしてきたけども、はい、ね鉄は俺は熱いうちに打てっていう方が俺はいいと思うけどね、うん、そうですね、はいはい、まあ、いろんな考え方があると思いますけれどもね、まあ、臨機応変はい